中国の旧正月、春節を控え、新年7日前の今年にあたる2日、チャイナメディアグループは特別番組、2024ネット春晩を午後8時から、CCTV の1と3チャンネルで放送、モバイルアプリやオンラインプラットフォームなどでも同時配信している。今年のネット春晩は、新時代の若い世代に人気の話題と、文化イノベーションにフォーカスしている。全国各地の代表的な音楽家による、民族音楽と電子音楽を融合させたパフォーマンスが行われ、中国各王朝の代表的な衣装による美しいショーも披露される。さらに XR 技術を通じて、バーチャル司会者が中国の宇宙開発の功績を歌い上げる。ネット春晩は2011年から14年連続で開催され、広く愛されている。毎年恒例となったネット春晩を見ることは、特に若い視聴者の間で、今年を祝う新たな伝統となりつつある。